マイナス25アドミラルクズネツオフに着艦中のスマイナス25ユトグスマイナス25ユトグはスマイナス25の発展型の一つである。工場名称は T8 ユトグ。スマイナス25ユトグの源流はクズネツオフの計画前に遡る。ソ連では1973年に研究が開始されたカタパルト式空母の搭載機としてミグマイナス 23K。23 K p-42kB 等とともに、s-25 の艦上攻撃機型である s-25k の研究が行われていた。しかし、カタパルト空母の建造は見送られ、スキージャンプ式となったことにより s-25k は、ミグ -23k とともに開発中止となった。しかし、s-25k の研究開発の際に、 発着訓練機として検討されていたスマイナス 25U ブック設計案の簡易型として実用化されたのがスマイナス2 5ユトグである。開発は1984年より開始され、1988年初期に最初の飛行試験機である t 8ユトグ1がスマイナス 25UB からの改造で製造された。1988年10月には t 8ユトグ1は ウクライナの先飛行場にあるニーとかにおいて最初の飛行を行い、1989年11月1日には IV ボチンスバと AVX トフの操縦のもと、飛びシしに最初の着艦を行った。1989年から1990年までに最初のバッジの10機が製造され、 1991年から1995年には、大尿予備最終バッジが5機製造された。機体は着艦の衝撃に耐えるために構造が強化されているほか、海水による腐食対策のため胴体の中央部に燃料タンクの走行ハッチなどの一部がアルミニウム合金となり、練習機として不要な燃料タンクの防弾ゴム被膜処理も省かれている。また、 フラップは大きく稼働するようになっている。ビブには空母運用に必要なアレスティングフックが装備された。ベース機であるスマイナス 25UB は攻撃機としても使えるが、スマイナス 25U トグでは武装関連の機材は装備されていない。そのためパイロンは増装を装備するためのもの4つのみである。 アビオニクス面では武装関係の機材のほか、地上部隊との通信用の R-828 無線機が外され、着艦誘導用の A380 レジスター B が装備されている。製造から20年が経過しているが、具体的な後継機の計画はなく、2013年より第121航空機修理工場で寿命延長回収が行われている。 これにより寿命は8年延長されるという、ロシア10機を運用。クズネツオフのソビエト連邦英雄二度受賞、ボリス・サホーノフ記念、第279艦上戦闘機航空連隊に所属。8機は、セベロモルスクマイナス3基地、2機は、エースクの第859飛行戦闘訓練センターに配備されている。配備機のうち7号機は着艦失敗により、 損傷している。ウクライナ旧ソ連時代に配備されていたうちの5機を引き継いでいた。このうち3機はロシアのスマイナス 25UB と交換された。残りの2機については1機が2007年に中国に売却され、もう1機は2011年にエストニアを通じてアメリカに売却されている。下から見たスマイナス 25U トム出展。諸言性能。ありがとうございます。